一人おらんかったんですけど、お願いします。何のやつなんだ。いや、もうちょっと、手指出てくれて、ね、やっぱね、リハの時からね、今日の出演者たちと言ってたんですけれども、ユニゾンスケアガーデンはすごいなと。プロですよ、あいつプロ。ロックインジャパン出るらしいですよ。すごいですよ。僕なんか先行予約のハガキ出したんですけど、そんなもうゲスト出しますよとか、お前出せんのかいとか、多分とか、それは3日間行ける方のパスかとか。それやったら俺はかなりのな、みんなで行こうや。これいいですね。うん、行こうや。どうする、電話とか出てくれへんかったら電話して出てへんの番号とか変わってたりする。今日は一応行きましょうか。こっから割とガンと行くんで、ガンと来てくださいよ。行こうぜ。
に懐かしい曲とかが出てくるので、こんなにお客さんがいっぱいおるのに多分途中8人ぐらいしか知らない曲とかがそしてそのうち8人の8分の3は多分ユリゾンスカヤガーデンやと思って俺らの家でビデオを見て爆笑しましたけど、だいたい人の曲を見て爆笑するっていうのは本当失礼なあいつら、あの時すでに俺らあいつらより年上やもんな、恥ずかしいわ若いやつしねえで、ね、
2曲になりましたか。それじゃあお友達を。たまにはこの3人にも喋らせましょうか。中野くん、なんか皆さんにありますかね。かにゃって。こんなにね、たくさん来てくれるなんて、なんて幸せ者なんだ。ありがとう。ありがとうございます。はい。気をつけて。優しい、中野らしい、優しい。気をつけて帰りやん、みんな。沢田くん、何がありましたらば。そっち。なんか僕だけ T シャツ、ごめんなさい。なんかごめんなさい。ありがとうございました。じゃあ、アンコールやります。お約束ですやんか、そういうの喋ってない。スーパードラム、いくらよしゆきくん。
なんかありますか。いや、別に何もないんかよ。ないんかよ。
ました。